開通式は捜査市横須賀の新しく完成した捜査インターチェンジ近くに設けられた特設会場で行われました式典では県など関係者が出席してテープカットやくす玉開きなどで開通を祝いましたその後、関係者が記念のパレードを行いました県では銚子市と山武市の地域間相互連携や交流の促進 国道126号の混雑緩和のため、長子連絡道を整備していて、このほど2基区間の横芝光町・柴崎から捜査市横須賀の間5キロが完成したものです。この開通により渋滞緩和や走行時間の短縮などが期待されます。